主人公の花垣武道はフリーターとして生活を送っている。そんな時、中学時代の彼女とその弟が暴走族の抗争に巻き込まれ死亡したことをニュースで知る。翌日、バイト帰りに何者かによって電車のホームへと突き落とされた武道は突如12年前にタイムリープする。そして彼女を救うために未来を変える物語である。主人公の花垣武道、ボロアパートに住み人生のどん底のフリーター、昔の彼女が暴走族に殺され、その後何者かに電車のホームで突き飛ばされ死にかけたことをきっかけにタイムリープに目覚める。喧嘩の実力は平凡で特に取り柄はなかったが、何度もタイムリープするうちに強くなっていき、仲間のために体を張るまでに成長していった。武道の中学時代の彼女橘日向、明るくて優しい性格をしている、愛称はひな。不良相手でも立ち向かうほど正義感が強い。タイムリープ前の現在で暴走族東京卍会の抗争に巻き込まれ弟と共に死亡する。ひなたを助けるために武道は何度もタイムリープし過去を改変するが、どんな世界線でもひなただけは必ず死んでしまう。ひなたの弟の立花直人、現代の職業は警察官をしている。暴走族の抗争に巻き込まれ姉と共に死亡した。タイムリープ後の世界では武道に現在のことを説明され、その話を信じ武道に協力することになる。死亡の未来が変わったことにより自らがトリガーとなり、直人と握手することで武道は過去と現代を行き来できるようになった。東京卍会の総長佐野万次郎、小柄だが格闘技術が高く、喧嘩は負け知らずで無敵のマイキーと呼ばれている。悪事が嫌いで子供っぽい一面があり、周りを引きつけるカリスマ性も持っている。過去では武道に不良だけど悪人ではないと言われたが、現代では一転して犯罪組織と変わり果てた東京卍会のトップに君臨している。東京卍会の副総長竜宮寺家、喧嘩の実力階級ともにナンバー2、愛称ドラケ。総長のマイキーの相棒で常に一緒に行動してる。マイキーからはケンチンと呼ばれてる。長身で体の大きさに見合ったパワーがある。総評程度であれば100人相手にできるほど強い。血の気が多いが普段は冷静で他人を思うことができる。筋が通った人物で暴走族だが常識人。東京卍会の一番隊隊長バジケイスケ、総長のマイキーと幼馴染で信頼されている。中学を留年してるので学力は高くない。子供の頃にマイキーに喧嘩を売ってはその度に敗北していた。不器用で荒っぽい性格だが仲間思いで、東京卍会の創設に関わった初代メンバーということもあり東京卍会を最も愛している。東京卍会の2番隊隊長三谷隆、母子家庭で夜中まで仕事で家にいない母親に代わって年の離れた妹の世話をしていることもあり、世話焼きタイプで東京卍会のまとめ役、トラブルを率先して解決する欠かせない存在。みんなの兄貴分で頼りにされている。家族を大事にする不良が三谷のモットー。弟分に守るための暴力と教えている。東京卍会の4番隊隊長川田名古屋、双子の弟がおり名古屋は兄になる。愛称はスマイリーでいつもニコニコしてるが、物騒なことを口走ることがあり、笑顔の下の心は鬼と言われている。東京卍会加入前はスゴアクというチームの総長だった。勝てる喧嘩はしないというのがモットー。武道の中学時代の割とも仙道敦志、不良グループ溝中五人衆のリーダー、愛称はあっくんで仲間思いの性格をしてる。武道の相棒のような存在。将来の夢は美容師だったが、タイムリープする前の16歳の時に人を刺して捕まり、出所後はチンピラになっていた。東京卍会が結成される要因となった張本人羽宮和虎、昔は東京卍会に所属していたが後にバルハラのナンバー3になり反東卍勢力のリーダーになる。幼い頃母親が DV に遭って折りねじれた性格になった。自身の誤りによりマイキーの兄の新一郎を殺害してしまう。そしてこの事実を受け入れることができずに自分を正当化するためにマイキーを恨むようになる。